プレストンはアメリカ海軍の駆逐艦。スミス級駆逐艦の3番艦。艦名はサミュエル・ W ・プレストンにちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。プレストンは1908年4月28日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港する。1909年7月14日にキャサリン・マー軍によって浸水し。 1909年12月21日に艦長 g c d 少佐の指揮下収益した。プレストンは大西洋艦隊駆逐艦部隊に配属され、アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦、するまで平時の偵察任務、股艦、船体、及び艦隊での演習に従事した。プレストンは1917年4月6日にニューヨークを出港し、1週間をかけて、 マサチューセッツ州ボストンに向かい、その後5月12日まで偵察任務に就く。その後大西洋艦隊駆逐艦部隊に再配属され、沿岸防備及び偵察任務を2ヶ月間行う。7月に東海岸へ向かい、8月1日から10月5日までアゾレス諸島沖で護衛及び偵察任務に就く。その後ブレストに派遣され、フランス沿岸で 同様の任務を停戦まで行う。1918年12月11日にプレストンは帰国の途につき、1919年1月4日にサウスカロライナ州チャールストンに到着した。プレストンはその後ペンシルベニア州フィラデルフィアに移動し、1919年7月17日に退役した。9月15日に除籍され、11月21日に コネチカット州、ニューロンドンの T.A. スコット社に売却された。ありがとうございます。